さて続いてのうまいもんなんですが、はい、お味噌汁や煮物など和食に相性ぴったりというあるものをご紹介します。和食にぴったり何ですか？普段は脇役に見られがちなんですが、そんなイメージをひっくり返す絶品です。愛媛県松山市、ここに100年の伝統を誇る絶品が。今回ご紹介するうまいもんは、創業明治15年ほどの商店がお届けする伊予名産松山揚げ。厳選された大豆と菜種油を主原料としたこの油揚げ、一番の特徴は普通の油揚げと違い、中までしっかり揚げていること。そのため非常に風味がよく日持ちもいいんです。添加物を一切使用せずに作るこの松山揚げは、普段ご家庭で何気なく食べているお料理に足すだけ。魔法の食材とも言われるこの松山揚げは、さまざまな料理の味を奥深い豊かな味わいにする一品。定番は味噌汁や汁物、ふわふわもちもちとした食感と出汁がたっぷり染み込んだその味わいは、松山揚げの優しい大豆の味わいと深い旨味とコク、そこに出汁の味が合わさった何とも言えない味わい。他にも煮物はもちろん、一風変わった揚げ丼や炊き込みご飯、炒め物の具材など何にでも合うこの松山揚げ。ただの油揚げと思うことなかれ、地元だけではなく全国にファンを持つこの味を存分にご堪能ください。いやー、最高じゃないですか。油揚げ僕大好きなんですよね。そうでしたよね、はい、ただ今までの油揚げとは一味も二味も違うんですよ。ほほー、じゃあ早速いただきます。どうぞ。ふんわりもっちもち、また風味がいいですね。これシンプルですから、いろんな料理にも相性抜群ですよ、うん、そうですよ。100年の伝統を守るふるさとの味、松山揚げ、皆さんもぜひ味わってみてください。100年の伝統を誇る料理の名脇役、今回番組ではほどの商店の松山揚げ、小判3枚入り6パック、刻み 45g 入り6パック、糸切り 30g6 パックをセットにして、テレビショッピング企画商品、番組特別価格、税込み3000円でのご提供です。普段の料理に入れるだけ、その風味豊かな味わいをぜひお試しください。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 0120-360-064 まで。お電話お待ちしております。